ありがとうございます。夏ということでした。はい、早いですか。8時3分なんか喋るということはどうですか、田中さんとか。あ、5月の、30日にまた渦海さんと出会うので一緒にやるので見に来てください。初めて聞いたんじゃない。あ、練習って言って言ってって言ったんです。そう、あれ言ってって言われてないよ。あ、うちが言う言ってすっかり忘れてた。すごいな、初めて聞いた。やります。あれやったらめっちゃじゃん。あの曲をやったらめっちゃじゃん。いつ今あの曲、あの曲、あれはないんちゃう。いやいや、あれ最後でした。あれ最後聞いてんじゃん。あれでもうち歌詞があんまりちゃんと覚えてない。ほなちょっと違うの、真面目っぽいやつ。ここに書いてあるんだけど。そうですね、いつもあの通りに行きますか。はい、他なんか特に喋ることはあれさん、あ、何ですか。あ、今月末にビアーズで歌舞伎にイベントで冬ソニーというのがありまして、こっちがちょっとベースとかコーラスとかはやるので、知ってる人は知ってると思うんですけど、高野さんこのバンド以外はすごいダークなやつばっかりやってるんですけど、重たいっぽい感じですかね。革ジャン着てますよね。革ジャンをよく着てます。パンク、はい、ちょっと緊張してます。私緊張してます。そっちから西尾さん見てた時にあんまり顔はそこまで見えなかったです。あ、見えなかったんですけど、こっちからむっちゃこう見えるんです。こっちからは光でこっちの人たちの顔がよく見えるので、あれです。